ガランタは、スロバキア南西部のトルナバ県ガランタ郡の市である。ガランタの地名は1237年に、ハンガリー貴族の私有地として、ハンガリー王ベイラ4世の請求書で、初めて記録に登場した。その後、1421年以降およそ6世紀に、渡って、ハンガリー王国の王子主であったエステルハージ家の私有都市となり、17世紀初頭に、 自治都市の権利を獲得した。ハンガリーの作曲家、コダー・イゾルターンは、幼年時代をこの街で過ごし、この地方の民族音楽をもとにした、ガランタ部曲を作曲した。第一次世界大戦で、オーストリア・ハンガリー帝国が崩壊した後、チェコスロバキア共和国領となったが、1938年にハンガリー軍が侵攻。ナチスドイツによる第一次ウィーン裁定で、 ハンガリー領とされた。第二次世界大戦後チェコスロバキア領に復帰した。歴史的建造物は第二次世界大戦及びその後の社会主義時代における都市開発の一環で多くが失われているが、エステルファージ家のシンゴシック様式とルネサンス様式の二つの荘園邸宅が残っている。死の紋章にも描かれている塔を持つ、 シンゴシック様式の邸宅は1980年代後半に閉鎖され、後輩が進んでいるが、ルネサンス様式の邸宅は1990年代に改修復元工事が行われ、市の博物館や展示ホールなどとして利用されている。1850年に全線開業したブラチスラバ、ブダペスト鉄道線が市街を通っており、ガランタ駅はレオポルドー方面への支線の分岐駅となっている。 首都ブラチスラバの東50キロ、ドナウ川低地に位置する。市の東方6キロにバーフ川をせき止めた灌外及び、発電用円底湖のクラーリョバーイリコがあり、釣りやウォータースポーツに利用されている。また、地熱の利用も盛んで、市街地には地熱利用の温水プールが設けられている。農業は小麦、トウモロコシの穀物及び、野菜果樹の栽培が盛んである。 2001年調査によると、ガランタの人口は16,365人である。60.35%は、スロバキア人36.80%は、ハンガリー人1.07%は、ロマ人0.70%は、チェコ人である。信仰は67.05%は、カトリック教会20.07%は、無信仰。 6.34%がルーテル協会に属する。ありがとうございます。